こんにちは。松はいつも一人の松です。今回は前回に続き第2弾ということで、世界最高のサイドバックは誰だという企画を、進めていきたいなと思います。皆さんが思うね、サイドバック像、まあ、皆さんいろいろお持ちだと思います。まあ、こういうサイドバックが好きだ、ああいうサイドバックはどうなんだろうとかね、皆さんお持ちだと思うんですけれども、僕もまあ当然持っております。僕はですね、もう現役は引退してるんですけれども、ドイツ、元代表でありバイエルミュンヘンの元選手でもありました、フィリップ・ラームという選手がもう本当に大好きでした。もう今もね、大好きではあることは変わりはないんですけれども、まあ、彼を超えるほどのこう好意を向けられる選手っていうのはまだまだ見つかってはいないんですけれども、あのサイドバックっていうポジションに対する愛情って僕は本当に持っていて、やっぱり特にその好きな選手がプレーしていたポジションっていうのもあるんですけれども、だからこそこう趣味思考だったりとかね、まあ、好みっていうのがちょっと反映されてしまう、形にはなってしまうんですけれども、まあ、個人が選ぶねトップ10という形になっているので、まあ、皆さんもそれぞれも、トップ10というのをお持ちだと思うんですけれども、まあ、当然あの異論反論ね、受け付けております。まあ、なかなかね、まあ、いいサイドバック世界にはたくさんいるので、まあ、選ぶのは正直難しかったんですよ。まあ、入れたい選手もいるなとかあるんですけれども、ゴールキーパーの時と同様に、まあ、今まで獲得したタイトルとかね、まあ、いろんなことも、まあ、ある程度加味はするんですけれども、基本的には今シーズン、2021-2022シーズンの、まあ、パフォーマンスレベルを、一番に、まあ、考えながらトップ10というのを選ばせていただいたので、まあ、皆さんがね思う、まあ、トップ10も紹介していただけたら、コメントの方で教えていただけたら嬉しいんですけれども、まあ、僕の順位を聞いてね、まあ、皆さんが、まあ、賛同というかね、まあ、同意見を持ってくれたら、まあ、嬉しいなっていう、思うので、よろしくお願いいたします。では早速始めていきたいなと思うんですけれども、では第10位、リバプールのアンドリュー・ロバートソンですね。まあ、ロバートソン、まあ、どういう選手か、まあ、本当にまずクロスの質がまず高いことで、上下の運動量もすごくハードワークできることで、プラスやっぱりこの選手に、持ってるものはやっぱ泥臭さっていうのも持ってると思うんですね。やっぱり逆サイドにいるね、まあ、スーパーなサイドバック、まあ、後々出てくるんですけど、もう言っちゃいますけど、まあ、その選手とはまた違 う, こう守備での硬さだったりとか対人の能力っていうのも持っていて、非常に万能型のサイドバックだと思います。あまりこうなんていうのかな、こう大きく目立つことっていうのはあまりないのかもしれないけど、チームにいたら、まあ、本当に頼りになる、サイドバックだなっていう印象があるので、僕は今回彼を第10位に選ばせていただきました。では第9位、AC ミランのテオ・エルナンデスですね。まあ、テオ、まあ、元々はレアルマドリードにいてね、まあ、そこから出番を、まあ、なくしてしまってというか、まあ、出番が与えられずに、まあ、AC ミランの方に移籍してきたという形でね、もうシーズン何年目になるのかな、まあ、結構長い間ミランにいると思うんですけれども、まあ、ミランで、まあ、特別な、まあ、もう中心中の中心と言ってもいい選手だと思うし、やっぱり攻撃に加わった時の彼のそのインパクトだったりとかアクセントっていうのは、やっぱり世界の、いろんなサイドバックを見てもなかなか彼のようなこう戦うぞみたいな、こう魂のこもったようなプレーっていうのは、まあ、なかなかいないんじゃないかなっていうのを、まあ、評価して、まあ、9位と。あとやっぱり AC ミランにとって、まあ、彼がいるいないっていうのは結構試合のパフォーマンスに影響しているなっていうのもすごく感じるので、まあ、チームへの影響力ということも考えて、このテオ・エルナンデスを第9位に選ばせていただきました。まあ、フランス代表にね、まあ、また復帰して、また試合にも出ているということで、まあ、そこもしっかりと評価してね、9位という形です。では第8位、アーセナルの冨安選手ですね。まあ、我らが日本代表の、まあ、センターバックなんですけれども、本職はね、右サイドバックアーセナルで務めていますけれども、本当にクレバーな選手だと思います。まあ、逆足も蹴れるし、そのキックの質も高いし、
まあ、ポジショニングもほぼ間違えないしということで、やっぱりこう味方の位置、味方が立つ位置、味方にとってどこが一番サポートしてほしい位置なんだろうっていうのを、あまり間違える印象がない選手で、今までいろんな日本人のセンターバックの選手、サイドバックの選手もそうですし、いろんな選手プレーしてきたと思うんですけれども、やっぱりこう日本代表の中でもやっぱ頭一つ二つ抜けてるなという、印象です。プラスもうセンターバックとしてもサイドバックとしてももう質がすごく高い、そのユーティリティ性も含め、そしてアーセナルに加わってからのそのアーセナルの好調ぶりと、デュエルのでの勝率とかね、まあ、数字で見れる部分だったりとか、そういう部分で、まあ、両方の部分ですね、試合に出た時に、数字では見えないような活躍ができる部分と、まあ、数字にも出てるような活躍の部分ということを踏まえると、この8位という順位を、冨安選手に僕はつけたいなと思いました。まあ、もちろんね、これからどんどん伸びてくるでしょうし、年齢まだまだ若いですからね、もう佇まいはもう29とかの佇まいなんですけど、もうすごいですけどね。正直このレベルのセンターバックサイドバックの選手がこれから日本代表から出てくるのかなとは、ちょっとわからないレベルだなと正直感じてます。やっぱりこう韓国のねソン・フンミンが、まあ、攻撃的なエースとして活躍してるじゃないですか、ヨーロッパでもね。で韓国にはそのソン・フンミンっていう、まあ、スペシャルなアタッカーがいて、じゃあ日本はどうなんだってなった時にこの冨安選手が、まあ、その代表格になるんじゃないかなと、僕は思います。はい、では第7位、パリ・サンジェルマンのアクラフ・ハキミですね。まあ、彼はですね、まあ、サイドバック、まあ、基本はウィングバックをベースに考えていただいた方がいいのかなと思う選手なんですけれども、攻撃に関しては非常に得点能力も高いし、ボックスに入っていく動きだったりとかもサイドバックにしては多いという状況の中で、まあ、シュート、まあ、キックの質っていうのもすごく高いので、まあ、あれだけの活躍を、ドルトムントでもインテルでもそしてパリ・サンジェルマンでもできてると思うんですね。で、まあ、各国大きなクラブから、まあ、獲得を熱望されるようなタレントであることは間違いないと思うんですけれども、ただね、まあ、多少この守備という部分でなかなかこう、ね、大きな期待っていうか、まあ、ミスっていうのはまだまだあるかなっていう印象はあるんですけれども、まあ、攻撃で見せるインパクトっていうことを考えると、まあ、この順位を与えてあげたいなと思います。まあ、ここ最近の活躍と、まあ、インテルでのスクデット獲得貢献ということも含めて、この順位という形です。はい、では第6位、チェルシーのリース・ジェームスですね。リース・ジェームス今シーズンはですね、まあ、怪我ということでもうほとんど試合に出れていない、前半戦は出てたんですけれども、まあ、怪我の影響で出れていないという形なんですけれども、まあ、昨シーズンのチャンピオンズリーグ優勝の、まあ、貢献度と、まあ、彼が持っているキックの質だったりとか、あとフィジカル能力っていうことも考えて、まあ、第6位と、まあ、その怪我っていうことで、まあ、試合に出れていないので、まあ、この6位っていう順位も、まあ、どうかなとは思ったんです。実はですね、アスピリクエタいるじゃないですか、チェルシーので、僕非常にあの選手大好きで、先ほどね僕が紹介した大好きなフィリップ・ラームという選手に一番近い、そのポジショニングのミスの少なさだったりとか、そういうのを見てると感じるなっていうのがあって、まあ、彼をどうしてもこの順位に、この6位という順位に入れてもいいかなとは思ったんですけれども、アスピリクエタはセンターバックもするし、まあ、年齢も重ねているし、まあ、その伸びしろという部分も考えて、今回はまあちょっと外させていただくという形にはなったんですけれども、まあ、そうとはいえどこのリース・ジェームスという選手のその活躍っていうのはやっぱ試合に出た時はインパクトが、すごいですし、残す印象もあるので、まあ、彼を選ばせていただきました。では第5位、まあ、皆さんねここでって多分思われると思います。マンチェスターシティのジョアン・カンセロですね。多分ね皆さんえって思われてる方多いんじゃないですか。いや分かります、
わかります、もっと上でもいい選手です。正直言って今こうやってトップ10まで順位つけてますけど、正直つける必要あるのかなとは正直思ってるんですよ。自分でこうやって企画しといてなんやねんっていう話なんですけど、まあでもこのジョアン・カンセロ、このマンチェスターシティで行ってるパフォーマンスっていうのはもう本当にもう特筆すべきもので、もう圧巻です本当に。特にキックに関してはもうサイドバックの中でもトップ中のトップだろうと、それこそヨーロッパの中でも本当にレベルの高いキックの質を持ってるなっていうのが、まあ、非常に感じる選手なんですけれども、やっぱり攻撃になった時のやっぱりマンチェスターシティっていうクラブはやっぱ攻撃がね一番多いクラブですし、なんでそこでしっかりとねアクセントを出せている、やっぱりデブライネだったり、ベルナルド・シウバだったりギュンドアンだったりフォーデンだったりとかね、こういった選手、まあ、デブライネには出せるのかもしれないけど、まあ、デブライネに近いようなキックの質をこうボックス内に送り込むことができるあの質っていうのはやっぱ特筆すべきだし、今シーズンのパフォーマンスを評価するっていうのが、まあ、大きな点にはなってるので、まあ、この選手を、まあ、高順位に入れないわけにはいかないだろうということで、まあ、今回第5位という形です。もちろんねもっと上でもいいです。ただジョアン・カンセロには一つ、まあ、大きな、まあ、欠点というか、まあ、ちょっとこうまだ解決しなければならない課題みたいなものはあって、まあ、それは、まあ、守備の部分なんですよね。やっぱりこうラフに相手にボールを持たれてドリブル仕掛けられてしまう部分だったりとか、タイトにアタックしに行かなければならない部分を様子見してたりとか、まあ、その辺でまあ少しちょっとこう甘さみたいなものはあるんですけど、まあ、それ以外の質はね、まあ、十分高いということで、この順位を選ばせていただきました。では第4位、まあ、本当に個人の好みでこれは選んじゃったんですけれども、バイエルンミュンヘンのアルフォンソ・デイビスですね。まあ、今シーズン、シーズン序盤は試合に出ていたんですけれども、今少しね、あの心臓の方でなんか疾患か何かがあるみたいで、まあ、試合には出れない状況なんですね。なので、まあ、現時点で出場っていうのはあまりないんですけれども、試合に出た時のインパクトと、試合に出た時にバイエルンミュンヘンにもたらす左サイドの突破力、レバンドフスキにだったり、まあ、ミュラーだったり、まあ、入ってくるゴレツカだったりとか、まあそういった選手にの、まあ、サポートを必要としないような、まあ、個人の突破力っていうのも含めて、彼を、まあ、どうしても入れたいなということで第4位に僕は選ばせていただきました。まあ試合に出てない、まあ、その怪我でっていうことでね、先ほどのリース・ジェームスと同様でシーズン半分今のところね、試合の半分ぐらいはまだ出れていないっていう形にはなってるんですけれども、まあ、成し遂げたことだったりとか試合にも催す影響力っていうことも踏まえてやっぱちょっと考えてみたので、そこもねちょっと加点方式で入れさせてもらったので、まあ、今回第4位という形になりました。では第3位、アレクサンダー・アーノルドですね。アレクサンダー・アーノルド、まあリバプール の試合の総括の方のラジオを出させてもらってる時に、この選手の、まあ、キックの質の部分で関してはもう絶賛の嵐を僕も言ってるんですけれども、まあ褒めるしかないんですよね。もう正直言ってこの選手の攻撃の部分に関してはもう正直言ってサイドバックとして世界一のキックの質を持ってると僕は思ってます。まあ、そう思ってる方も多いと思うんですけれども、非常にキックがうまいですね。なんでこのリバプールの得点量産だったりとか、ジョタだったりとかマネだったり サラーに送るそのキックの質、非常にこう身長だったりとかフィジカルを武器にしてるような、フォワード陣ではないのに、もちろん足元でボールをもらうと強いんですよ。彼らその3人3トップは強いんですけど、いわゆるハイボールになった時はやっぱりそのフィジカルっていう部分よりもやっぱ高さとかね、まあ、そういった部分が大きく出てしまうと思うんですけど、そこに対してピンポイントで合わせられるキックの質を持ってるっていうこと自体がやっぱりちょっとこう異次元だし、まあ、ちょっと特別なものをやっぱこの選手は持ってるなということで、まあ、この高順位に入ったんですけれども、じゃあなぜ3位なのかっていう話なんですけれども、まあ、この選手も
5位の、まあ、カンセラと同様なんですけれども、まあ、守備の部分なんですよね、まあ、対応が甘いという部分がまだまだ、見られます。まあ、そこを解決してしまえばね、もう1位って言ってもおかしくはないんですけれども、まあ、そこでね、まだまだそのリバプールに与えてしまうそのリスクだったり、相手に与えてしまうチャンスだったりっていうことを考えると、世界一を選ぶのはまだ時期尚早かなと思って、今回は第3位という形になりました。では第2位ですね、レアルマドリードに所属しております、メンディーですね、サイドバックのメンディーです。チェルシーのメンディーではないですよ、シティの、メンディーでもないです。レアルマドリードのメンディですね。この選手、最初レアルマドリードに来た時は、まあ、どういった選手か正直全く知らなかったんですよ。もともとリオンだったかな、確かプレーしてたのが、その選手がレアルマドリードに引き抜かれたということで、まあ、マルセロの後継者という形でね、まあ、連れてこられたわけなので、まあ、どういうパフォーマンス、まあ、どういう特徴のある選手なんだろうって、全く知らなかったんですけれども、レアルマドリードの試合を見ていたときに、彼が出ていてそのパフォーマンスを見たときに、あ、この選手はやばいなって思いました。何がやばいのかっていうと、まずフィジカルの強さもまずそうなんですよ。まあ、それもそうなんですけど、やっぱりチーム、その自分の選手のサイドの選手がボールを持った時のサポートの仕方をまず間違わないっていうことと、守備の対応の強さと、まあ、試合に催すそのクロスの、まあ、精度だったりとか、そのなんて言ったらいいのかな、まあ、超万能型なんですよね。もうなんていうのかな、もう肉体ももう恵まれていて、その上頭も良くて、チームだったりとかの雰囲気を崩すこともないという、なんかこうなんていうんだろうな、こう大きく目立つ活躍だったりとか、なんかこうインパクト、その選手だけを見た時のインパクトってそうあまりないのかもしれないけど、まあ、非常に質が高くって、まあ、全部の質がもう本当まず基準点が90点ぐらい でその中にこう時折見せる対応だったりとか急に 100% になるみたいな、だから通常運転のレベルが高いみたいな、まあ、サイドバックなんですよね。こう何か大きな武器、まあ、アレクサンダー・アーノルドだったりカンセロだったりとか、まあ、デイビスとかね、まあ、リース・ジェームスだったり、まあ、ハキミもそうですけれども、こう今までいろんな紹介してきた選手たちにあるような大きな個性っていうのはないのかもしれないけど、こう全体的に、まあ、能力が高くって、まあ、スピードも当然あるんですよ、あるんですけど、まあ、全ての基準値が高いみたいなサイドバックなんですよね。だからマルセロがこう出られなくなってコンディションも落としたりしてパフォーマンスも落ちたってなった時に、まあ、サイドバックまた探すの大変だなと思ってたんですけれども、バチッとハマったじゃないですか。やっぱりこれは今のレアルマドリードの好調っていうことも考えると、まあ、彼の貢献は間違いなくあるし、アンチェロッティが彼をこれだけ重宝するのもまあ理解できるかなと、まあ、この選手は多分どこのチームに行ったとしても、間違いなく主力で活躍できるし、彼のポジションを脅かせるサイドバックってまあなかなかいないなと思ったので、まあ、彼を今回第2位に選ばせていただきました。では第最後、まあ第最後ってないな、第1位最後ですね、マンチェスターシティのカイル・ウォーカーですね、カイル・ウォーカー、ペップにねちょっとこうプライベートの部分でお仕置きを食らって試合に出てない、出してもらえないみたいなことはあるんですけど、プライベートの部分でね、なんですけど試合に出た時のそのインパクト、これはね、その先ほどのメンディーと比べるんですけど、このカイル・ウォーカーっていう選手はその先ほどのメンディーにあるようなその基準値が非常に高いんですよ。非常に高いんですけど、プラスそのスピードだったりとか、こう局面で潰してしまうその強さみたいな部分、なんていうのかな、こう試合に催す影響力とその個人としてのインパクトっていうことも考えると、この選手の方がちょっと強いなっていうのがあって、まあ、第1位になったんですよ。だから正直そのメンディーとねカイル・ウォーカーに関してはめっちゃ迷いました。どっちを1位にしようかなって。で、カイル・ウォーカーをまあ選んだ理由っていうのは、まあ、マンチェスターシティでこれだけタイトルを勝ち取り続けているっていうことと、自分が
もともとスパーズにいた頃はもっともっとってガン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 上がって攻撃参加するようなサイドバックだったんですけど、こうペップの下である程度低い位置で、まあ、相手の来るボールを構えることもできるし、中に入るいわゆる偽サイドバックのような動きもできるようになってるしっていうことを考えて、こう、まあ、監督っていう部分で、まあ、もちろんあるのはあるんですけど、まあ、そこにもしっかりと適応できる、あれだけこうプライベートで問題をねいろいろやってペップにお叱り食らったとしてもメンタル崩れることなく、こう通常のパフォーマンスが一定でありながらハイパフォーマンスも発揮できるっていう、まあもう現時点で、サイドバックとしてナンバーワンじゃないかなと、言わざるを得ない、まあ、選手なんじゃないかなと僕は思いまして第1位という形になりました。今ねトップ10、まあ、こういった形で紹介してきたんですけれども、皆さんどうですか。まあね、まあ、異論反論、まあ、各ポジション大、ね、順位であるかなと思うんですけれども、やっぱりね僕がやっぱ求めるサイドバックってあの超万能型なんですよ。何でもできるサイドバックがやっぱ欲しくって、例えば自分がもしチームを率いて例えば資金力のあるチームに僕が監督としていたとしたら、サイドバックどんな選手補強しますかってなった時はやっぱ万能型を欲してしまうんですよ僕の性格上で。プラスその自分がもともと大好きだったフィリップ・ラームっていう選手、もちろん彼は、そのウォーカーだったりメンディーのようなフィジカルっていうのはないです、ないんですけど、ボールを持つ技術に関しては多分世界でもトップクラスの、まあ、サイドバックだと思うんですね。まあボールを失わないですから彼、あの宇佐美選手だったかな、あのガンバ大阪でプレーしてる宇佐美選手が確かねラームのことをもう本当にボールを取りに行ったとしても、まあ、常に逆を突かれることと、いつも自分が取れないとこにボールを置くことができる選手だみたいなことを宇佐美選手が言ってたんですね。でそれを聞いた時に、あやっぱり自分が見てた選手ってやっぱそれだけの選手なんだって思ったし、やっぱり自分がそのテレビで見てた印象をやっぱ選手たちというか、まあ、バイエルンでプレーしてたわけですから宇佐美選手は、その身近で見てた宇佐美選手も思ってくれてたんだって思った時に、まあ、嬉しかったんですけど、そのラーブもどちらかというとすごく万能型のサイドバックだったので、まあ、彼を、まあ、基本軸に考えた時にそれプラスアルファで、まあ、カイル・ウォーカーだったりメンディーのようなフィジカルを持ってる選手っていうのもやっぱいいなと思ったので、まあ、彼らを選んだという形になったっていう感じですね。なんで、まあ、当然ね、まあ、サイドバックに攻撃力っていうものを求めるんであれば当然アレクサンダー・アーノルド、まあ、リース・ジェームス・カンセローとかね言ってもらう方がいいと思うし、守備力っていう部分を考えるんであれば、まあ、ワンビサカとかね、まあ、選んでない選手でいくと、まあ、その辺になるかなと思うんですけれども、ちなみに、まあ、ちょっと他考えていた、サイドバックなんですけれども、まずアスピリクエタね、先ほどちょろっと話しましたけど、あとはですねルークショーだったりとかアーセナルのキーランティアニーだったりとか、あとは、まあ、バルセロナのジョルディアルバとか、レアルのカルバとか、まあ、この辺りかなという印象なんですけど、あとまあコンディションだったりが安定してると、まあ、ドルトムトのゲレイロとかね、まあ、あれは彼はあのどちらかといえばコンディションに影響されすぎる選手ではあるので、まあ、ちょっと入れることは難しかったんですけど、まあ、コンディションが良ければね結構、いい選結構というか、まあ、トップ10に普通に入ってもいい選手だなと思ってるんですけど、でカルバハルに関してはあのコンディションが落ち着いていてしっかりと整っていて怪我さえなければ僕は現状1位だと思ってたんですけど、もう本当にいい選手だと思ってるんでカルバハルは、まあ、なんですけど、まあ、今シーズンほとんど怪我だったりとか試合に出てないっていうことを考えて、やっぱ10位から外すべきだなと思ったので選んでないので、あのレアルマドリードのサポーターの方々ね、もしあのカルバハルなんで選んでないねって言われたら、まあ、今シーズンのパフォーマンスを基本軸に考えてるので、あの許していただけたら嬉しいです、はい、ということで、まあ、個人的にね選ばせていただきました、まあ、トップ10サイドバックですね、発表させていただいたんですけれども、ぜひ皆さんの意見だったりを、コメントでお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ぜひ最後にチャンネル登録も、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。